どうなってるの？栃木の経済。栃木の経済についてアシギン総合研究所の方をゲストにお迎えして、分かりやすく丁寧に分析解説していきます。スタジオにアシギン総合研究所の中見川卓さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。では中見川さん、今回のテーマ何でしょうか？はい、今回は県内企業の設備投資動向というテーマでお話ししたいと思います。設備投資という言葉のニュースなんかで、ね、聞いたりはするんですけど、ちょっと具体的にどういうものなのかって聞かれるとちょっと分かんなかったりするんです。そうですよね、うん、ではまずはこの設備投資とは何か概要を教えていただけますか？はい、こちらをご覧ください。設備投資とは主に事業者が生産や販売を行うために使用する固定資産に対する投資のことを言います。例えば会社が本社屋を建てたり、製品を作るための工場を建設することです。土地や建物の不動産だけではなく、製品を作るための機械設備を導入することなども設備投資に含まれます、うん、また図表にあります通り、設備投資の対象は目に見える投資である有形固定資産への投資ばかりではなく、ソフトウェアや研究開発などの目に見えない投資である無形固定資産への投資もあります。国や地方自治体が道路や橋などを作る投資も公共投資と呼ばれ、設備投資に含まれますが、今日は主に民間が行う民間企業設備投資について足元の動向を解説いたします。なるほど。じゃあこの民間企業設備投資って規模的にどれぐらいの金額になるのかというのはちょっとね、我々想像もつかないんですけど、これを分かりやすく教えていただけますでしょうか？そうですよね。では、はい、こちらの図表をご覧ください、はい、まず GDP というのは国内総生産と呼ばれ、通常1年間における生産活動の結果、新たに生み出された付加価値の合計を言います、まあ、分かりやすく言いますと、一国の経済規模を表す指標だと思っていただければ大丈夫です、はい、日本の GDP は世界第3位のおよそ560兆円です。そのうち最も大きい比率を占めている民間需要の内訳を見てみると、個人消費がおよそ 70%、 305兆円です。今日お話しする民間企業設備投資を見ますと、民間需要のおよそ 20%、 92兆円となっており、個人消費とともに景気の両輪とも言われる重要な項目となっています、うん、92兆円はこれかなり大きな金額ですよね。そうですよね。ところでここ最近ワクチン普及などで経済活動を再開させようとしている中で、この設備投資の動向はどうなっているのでしょうか？はい、ではこちらをご覧ください。こちらは2007年から2021年における民間企業設備投資の推移を見たグラフです。リーマンショックの影響を受けた2009年112月期はおよそ71兆円と大きく落ち込んでいることが分かります、はい、2021年4、6月期は前期比プラス 2.3% のおよそ86兆円と2期ぶりに増加に転じました、うん、まあ、持ち直しつつありますが、新型コロナ感染拡大前や2008年のリーマンショック前のピークには及んでいないことも分かります。本格的な回復をする前に足踏みしているという状況ですね、うん、では県内企業の設備投資の動向が気になりますが、その動きはいかがでしょうか？はい、こちらをご覧ください。アシギン総合研究所では年4回、足利銀行の営業エリア内の企業に対し、設備投資の実施状況などに関するアンケート調査を実施しています。こちらは設備投資を実施した企業の割合を示すグラフです。まず青い線の製造業は例年 60% 台後半で推移していましたが、昨年7月期には 55.9% まで減少しました。その後回復傾向にあり、足元7月期は 68% の企業が設備投資を実施する見込みとなっています。おー、これ製造業は結構回復してきてますね。そうですね。では次に非製造業、赤い線の非製造業について見てみますと、おおむね 50% 台半ばで推移していましたが、1回目の緊急事態宣言が発令された昨年4、6月期は 47.9% と、設備投資を実施した企業は半分未満まで落ち込みました、うん、その後最悪期から持ち直しつつありますが、足元7、9月期は 53.3% と横ばいの推移が見込まれています。こうして製造業の設備投資が回復している背景にはどういった理由が考えられますか？はい、やはり海外経済の持ち直しを背景に、製造業の企業収益が改善していることが考えられます。昨年度設備の維持更新など
必要最低限の投資に抑えていた企業が省力化や自動化投資に向けた設備の新設など投資欲が上向いていることも要因の一つだと思います。ただその一方でこの非製造業 の, この伸びの弱さというのが気になるんですけど、本格的なこの設備投資の回復というのはまだ当面先になる感じですか？はい、まあ、非製造業でも回復の兆しが見えつつあることは事実です。新型コロナ感染拡大初期の昨年4、6月期には先行き不透明感の高まりに加えて人や物の移動が大きく停滞したことなどを背景に投資計画の中止や延期を行う動きが多く見られました。まあ、当社が先月までに行った事業者へのヒアリングによりますと、観光関連産業ではワクチン普及を見越して昨年見送った投資を今年度に行う動きや、飲食業ではこの1年間で高まった非接触ニーズを受けてセルフレジの導入を進める動きを見られました。県内企業も徐々に動き始めているということなんですね。はい、まあ、短期的には感染力の強い変異ウイルスの影響が気になるところではありますが、ワクチン普及が進むにつれ企業の投資マインドがさらに上向いていくことが想定されます。長期的な目線からも生産性向上を目的とした省力化投資や地球温暖化対策、脱炭素社会の実現に向けた設備投資を行っていくことが経済を力強い回復軌道に乗せる上で重要になってくると思います。なるほどね。だから県内企業の設備投資も今後注目していきたいですね。今回は県内企業の設備投資動向をテーマに、アシギン総合研究所の中見川すぐるさんにお話しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ではここで足利銀行からのお知らせです。足利銀行の添野です。最近ご自身やご家族に万が一があった際のご相談が増えています。そこで今回はアシギンのサポートについてご紹介いたします。相続において必要となる事前の準備には一般的に次の3つがあります。 1. 遺産の分け方の検討、 2. 預金の凍結防止、 3. 相続税負担の軽減。相続の準備はお元気なうちに早めの取り組みが大切です。足利銀行では相続に関するお悩みを解決するために様々なサービスを取り揃えております。例えば遺言書によって分け方を決めておく遺言信託、相続手続きを代行する遺産整理業務などです。また相続についてじっくりご相談したいというご要望にお答えできるよう休日ウェルスサロンをご用意しております。次回は休日ウェルスサロンについてお伝えいたします。どうなってるの栃木の経済でした。